皆さんこんにちは札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドコーターズ店長の段三ですこんにちは今回ご紹介するのは FLHQ のカーキコレクションチェコのアウトドアブランドピラックのカーキカラーをコレクションしていますそれを今回皆様にご紹介しますカーキ というカラーは軍服の色ですね19世紀半ばにイギリスがインドを漁してインドに軍隊を派遣する時、まあ、当時の軍服は白インドは暑い国ですから汗やでで汚れるんですねそして現地のインドの土で軍服を染めて泥の色っていうかねそういう色に 仕立て上げたんですそれがカーキ土ぼこり色ヒンドゥー語でカーキカーキの語源はですからインドはいそして19世紀半ばイギリス軍が発祥ですカーキね「Get、into the カーキ」わかります第一次世界大戦でカナダ軍が、えー、軍隊入隊 のポスターに掲げた標語「Get into the a r m 軍隊に入隊せよなんてね「カーキ」っていう言葉は使われてたりします。日本では第二次世界大戦、先の大東亜戦争、えー、日中戦争における大陸の王土の色というかですから。 まあ土色色でもちょっと赤色がカーキだったりしますねですからカーキという色はそれぞれの国あるいは戦争地域に行く軍隊の軍服の色がカーキですから微妙にカーキという色は、えー、多少こういうチェコだとオリーブがかったグリーンっぽいのがカーキだったりそれこそ土ぼころ色。 でもう少し茶色になってくると今度アメリカではコヨーテなんていうねブラウン系の色も出てきます、はい、えカーキチェコのティラックではちょっとオリーブ系の色が混ざった色がカーキと言われていますではそのカーキコレクション行ってまいりましょうかまずこの私が今履いているブレードパンツ ティラックポートニックアーバントラベラーズシリーズのパンツですねこんな感じですいいんですよカーキカラーではいオリーブですねこのカーゴポケットからヒップラインかけてのポケットのデザインなんかもかっこいい立体裁断で、えー、コットン配合ティラックのミリタリーシリーズ ベルソミグジャケット。内側にポリエステルの生地が貼ってあって、大変滑らか。素晴らしいです。カラーは、カーキカラーです。どうですかこのベルソミグジャケットは、スイス古城警察と共同開発して、ずっと作り続けられていたジャケットですね。はいミントレイヤー向けのインサレーション。河川中綿のインサレーションジャケットです。 でベルソミグジャケットの上にはノシャクミグジャケットこれ以前はミグジャケットと言っていたんですが、ある時からノシャクミグジャケットという名前変わってます。このノシャクというのはアフガニスタンの最高峰6500メートルの鉱山、ノシャクさんから名前がつけられてるんですよ。チェコ軍としても アフガニスタン銃軍は、思い出深い戦闘だったんでしょうね。ノシャクミグジャケット。カイカラー。このもかっこいいです。サイズはすべて S サイズを着用しています。身長174センチ、体重65キロで S サイズです。ベルソミグジャケット。ノシャクミグジャケットの上は、ラプターミグジャケットですよ。ね、かっこいいですね。これも下記カラー S サイズ。 シェルジャケットのサイズ感は、重ね着をして、適正なサイズ感になっています。いいですね。オールカーキーラプターミーグジャケットは、ゴアテックス、完全防水、透湿、機能性のジャケットです。この袖口もワンタッチで収束しますからね。どうです このラップタイミングジャケットは内側にマチがありますのでね。はい。様々な装備やハンドレスをするポケット。はい、なかなかいいんですよ。ということで、今回は flhq ピラックのカーキコレクションをご紹介いたしました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。